草笛光子は日本の女優。本名、栗田光子。神奈川県横浜市神奈川区出身。草、修者所属。オスカープロモーションと業務提携している。神奈川県立横浜平沼高等学校卒業。妹は富田恵子。弟は占い師の富田直幹。作曲家の芥田川康氏は元夫。四人兄弟の長女。妹は 富田恵子。11歳下の弟は富田直美樹。1952年、SKD の舞台にて巨弱傾向を克服するため、小学生からバレエを始める。1950年に小畜歌劇団に合期生として入団し、スリーパールズと呼ばれた。1953年、在籍中に小畜から映画純潔革命でデビューを果たす。 豊かな歌唱力を持ち味とした。その後1954年に SKD を退団し、1956年からの東方専属を経て様々な分野で活動する。特に1958年から放送のテレビ例名機の音楽バラエティで自らの冠司会番組でもある講師の窓では、洋窓から顔を覗かせてテーマ曲を歌うオープニングが注目を集め、人気を博した。 1960年に作曲家の芥川康氏と結婚するも2年で離婚した。華やかな貴婦人から裏暮れた婦人まで多彩な役柄を演じ、社長シリーズをはじめとする東方喜劇に多数出演した。市川紺の監督作品とも縁が深く、近代地康介シリーズでは犬神家の一族の犬神梅子役を筆頭にシリーズすべてに出演した。 日本ミュージカル界のパイオニアでもあり、数々の大作に出演した。私は、シャーリー・バレンタインなどで、芸術最小を3度受賞している。1999年には、四十法賞、2005年には朝日賞受賞、2013年に、第48回、木の国屋演劇賞、個人賞、永年の舞台の功績に対して2014年に、第39回、菊田和夫演劇賞、 特別賞、2020年に毎日芸術賞をそれぞれ受賞した。テレビドラマでは、石福子プロデュース作品や橋田巣子、脚本作品に、たびたび起用された。長らくフリーで活動してきたが、マネージメントを担当していた母親が亡くなったことなどから、2009年10月1日付で、オスカープロモーションと契約した。愛犬家としても知られ、黒のラブラドールレトリバー。 マロと共に、テレビ出演もしている。NHK 日本テレビ TBS 毎日、放送フジテレビテレビ朝日朝日放送テレビ、東京はうわう。ありがとうございます。